はい、どうもこんにちは、サンです。今回なんですけども、現在は2006年日本代表が登場しまして盛り上がっていますが、自分は全く引く気がありませんでした。ただ予定を変更しまして、急遽西武の選手として登場しました和田一弘さんを獲得していこうと思います。まず最初にどうして引く気がなかったかと言いますと、まず和田選手がミート型ということでした。称号次第ではミパ A 同値が狙える形にはなりますが、リーグオーダーの方ではパワー型8人、総力型8人のコンボを出す形でリーグオーダーを組んでました。野手のオーダーは13人で構成されていますが、パソ同値が4人、パワー型4人、総力型が4人、今の段階で合わせますと12人、残りの1枠はミート型でもいい形となりますが、そのミート型というのが森友哉さんで埋まっている形となりました。ミート型は1人しか入れない上に、森友哉さんを抜かすとキャッチャーがいなくなる。なおかつ和田さんをミパ A 同値にするためには、自分限界突破コーチをね使って照合しないといけませんので、なおさらリーグオーダーに入りにくいという、こういう理由もありまして、和田さんの獲得を断念して2009年の日本代表の方に頑張ろうと思っていましたが、次はこちらのリーグオーダー、リーグオーダーの方をミート型8人、パワー型8人のコンボを出す形としたオーダーにしたところ、パワー総力のオーダーとチームスプリッツは一緒になりますが、なんとミート型の4000の選手と入れ替えることができるという、パワー総力オーダーにはできなかったチームのスピリッツを上げることができるということに気づきました。リーグオーダーを強化できる。ミートパワーのリーグオーダーの方ではミパ同値が4人、ミート型4人、パワー型4人で組んでいますので、総力型を1人入れることができています。ただ和田さんのミパ同値が決まるようなことがありますと、なんと5人に増える。そうするとミート型3人、パワー型3人で11人、総力型を2人入れることができますので、そこでもミート型の4000の3人のうちのどれかをもう1人削ってスピリッツを上げることができるという、まだまだ将来性抜群のリーグオーダーにすることができますので、自分にとってね、和田さん必須となりました。この前のライブの方では累計が相川さんでしたので、最低でもセレクトミキサーができる5人獲得していきたいと思います。リア対面の方で言いますと、もう皆さんがご存知の通り、西武版で初の広角打法がつきまして、西武の外野手を強化することができる。ただ実際今年の OB でも和田さんが出てきた時にはキャッチャーで使おうと思ってましたが、まあ、ここでは守備適性がレフトのみと、ここがねちょっと残念なところではありました。和田さんは西武純正4年間やってきて、まだ1回も使ったことがありませんので、かなりね楽しみになってます。早速当てまして、リーグリア対ともに活躍してもらおうと思います。ガチャ形式はお決まりの3、6、9と日本代表確定しますので、もう一人確定以外からね獲得できれば90連で終えることができますので、それを願って引いていきたいと思います。それでは10連目。いや、今回は2023年の WBC の選手が来ると思ってましたので、まさか2006年と2009年の選手たちが来るとは、かなりね激アツなガチャになってると思いますが、2009年では中島選手と松坂選手かな、西武でいうと。これもこの2人かなり激アツじゃないですか。12球団の中にとってもアーチ広角の中島さんと、もしかしたら松坂さんがツーシームで来るかもしれないという可能性ありますので、え、調子球もらってなかったけど、え、これじゃもう90連で脱出できること確定しましたね。うわー、さすがナイス。うわー、最高。いや、これなんか自チームの選手獲得したような驚きがすごいねさっきなりましたけども、いやーもうね100連目以降もね沼るんじゃないかっていうね不安しかなかったですから、もう90連で脱出できること決まったのがすげえ嬉しいですね。少しでもね第2弾の2009年の方に回したかったですので、これはね、うわぁちょっとナイス、え、やば、称号できるじゃん、なんだもう20年目で完璧じゃん、完璧ではないけどナイスすぎる。おお、また藤田さんだ、小田さん。おお、でも WBC の A の選手もどんどん来てくれますね。ここは1人確定。いや、限界突破コーチを使ってね称号する覚悟でしたので、まず1回はねちゃんと A ランクの選手で称号することできる。あ、これ飛ばないやつじゃない、なんで飛ばないの、3回目だよ。星1の大砲と
星さんの怪力無双でミッパ A 同値決まりますので、そこをねぜひとも決めたい。なおさらリーグオーダー強化できるというね。なんならここで来てもいいんだよ、和田さん。あー、小笠原さんだ、ヒゲあるバージョン。2009年の方はね、西武純正の方では中島選手と松坂選手とさっき言いましたけども、どちらか取る、どっちもね取る自分財力ねもうないと思いますので、どちらか欲しいですね。松坂大輔さんにツーシームが出たならもう確実に松坂さんを取ります。で、中島さんは TS で来ることを願って待っていきたいですね。はい、お願いさん。ただツーシームがつかなかったらねちょっと迷いますね。もう来年以降までに財力をね貯めとくのもあれですし、中島さんを取るのもね全然あり。ただ e スポーツの大会にね出せないという、まあ、スピリーグスピチャーもしかしたら出せない可能性もありますので、写真を変えたらね前の侍ジャパンの選手はできましたけども、和田選手とね中島さん自分ね持ってませんので、 S ランクの選手、それはね写真欲しさにちょっと TS で来ることを願うかもしれない。やあ、6回目、スキーは出てるよ。ここで来てもいいんだよ、和田さん。お、レインボーで、ここでもレインボー、いけるか、うまくいくか。お、うまくいった。で、足青。あー、惜しい、2枚引きとはならず。でもね調子君笑わない形でさっきね S 出ましたからね。2枚引き来てもいいんだよとか言ってると全部 B って言うね。じゃあいでよ。おー、ロイサンド、すごい打ちやすいみたいですね。あの9回目でね脱退できるという、なんかこの安心感がすごいですね。すごい気が楽。それがね10連目で来てくれたのがねなおさら嬉しいですね。いつもと違う気分で、なんで飛ばんの。和田さんも引きたいけど A ランクの和田さんもまた欲しいな。はい、お兄さん。おお、でもここで侍ジャパン来たら、ここで侍ジャパンの選手来たらもうこの時点で脱退できる。250エナジー節約できる。おお、来た、2枚引きじゃない。笑えば2枚引き、ちゃんと最後笑わないといけないからね。ここは笑ってくれ。確定2枚引きじゃないじゃん。じゃあもう侍ジャパンの選手を願うだけ。え、来た。あー、遠藤さんか、侍ジャパンではなかったか。古賀さん、お、古賀さんナイス。じゃあ90連目でここで終わりたいと思います。和田さんのねリアタイ動画も出したいですね早く。自分もね使用感がすごい楽しみ。そしてなおさら和田さん初使用ですからね。さあ、ここで侍ジャパン、しかも固有もついて、もうなおさら打ちやすいはず。やっぱ固有つくとつかないでもねやる気の違いがまるで違いますからね。じゃあ侍ジャパンの選手、お、福留さん、ちょっとかぶらないで、往年のすごい打者がめちゃめちゃ登場してくる。こんな贅沢なやっぱミキさんないんじゃない。福留さんに、新井さんに、小笠原さんに、藤田さんに、相川さんに、小さい頃にね野球を見てた名選手たちを一気にかけるという。ただそのおかげがあってね和田さんゲットできましたので、リーグリアタイともに活躍してもらおうと思います。動画も出したいと思いますので、ご視聴の方よろしくお願いいたします。